場所はあそこにいるのだろうか。お山、またあの夢を見たのかい？はい、同じ夢を見ました。僕は知りたい、あの夢の意味を。剣が天より落ち、災いをもたらした。山神は己の魂を分かち、二人の神の使いとした。赤月を交わしたまえ、絵にしが結ばれ、山頂にて神の使いの使命を待つ。輪廻転生を繰り返して。何ぼーっとしてるの？もうすぐ式が始まるよ。悲しき花神の使いが結ばれることは未来永劫決して許されない。あの人は一体。お加減いかがでしょうか？道端で倒れていたからお腹が空いているのでしょう。ひどい飢饉ですね。釜に少しご飯が残っています。よかったらどうぞ。待って。ちょうど子供に和歌を教えているところなの。よかったら一緒にいかがですか？おい、食い物を探せと言ったのに何してるんだ。飢え死にしたいのか。帰るぞ。待ってください。お前、いい加減にしろ。あいつは俺たちとは違うんだ。あいつは一生食べるのに困らねえけど、俺たちは今日食べるものすらねえんだぞ。俺たちはこの珍奇な世の中に呪われてるんだ。誰だ。もう逃げられぬ。おしまいで。山にかかる随雲よりも美しい舞、さすがは笠雲。笠雲。今宵はわしから離れることは許さぬ。仰せのままに殿とご一緒に、うん、あの世に落ちましょう。この民を虐げる虫けらめ。行くぞ。なぜ私を助けた。お前こそなぜあんなことを。私はこの呪われた世の中を変えたい。お前を助けた理由、それは答えを見つけたからだ。
様と私の宿命だから。ダメだ、一緒に逃げよう。ムトタ、これは終わることのない戦だ。貴様も私も民の運命を背負って戦うしかないんだ。どちらかが死ぬまでも。逃げろ、早く行け。カサグモ、平穏な世の中でもう一度巡り合いたい。カサグモ、いない。本性ではどこへ行けば君に会えるんだ。あの戦の後、私は呪いを解く方法を探し続けていた。十合目に続く登山道を開き、空に最も近いこの場所で魂を天に捧げた。こうしてあなたとの縁を切ることができた。それ以来私は雲の上と高天ヶ原の狭間にある隔離世に存在している。私を許して。密かに燃ゆる我が思いかな。
しい。